今週の日曜日は本当に結構頑張りたいなと思ってます。10万行きたいですね。だってそれぐらい自信だから年何回しかないんですよ、このボーナスチャレンジ。北海道の競馬をもっと熱く楽しく HBC 競馬部年末スペシャル有馬記念&帯広記念大予想。パフ、ということで今日はお二人に来てもらいましたスキンヘッドカメラの岡本さんと下さんです。よろしくお願いします。お待たせしてます。岡本さんです。お願いします。お願いします。競馬部は3回目のご出演ありがとうございます。なりまして毎度ありがとうございます。こちらこそですよ。こちらこそですよ。いやこちらこそですよ。本当にこちらこそ。いやいやこちらこそですよ。何回やったんですよ。今年は本当にお世話になりました。いよいよ年末ですよ。そうですね、今年1年はどうでしたか。もうあどちらの方ですか。じゃあ競馬の方。競馬の方ね。どうですか。むちゃくちゃやられましたいや僕の方がやられましたやられました。自分で最後ぐらいは、バンエイさんの方は、はい、こう YouTube チャンネルやらせてもらってるんですけど、そんなにね、バンエイさんはね調子いいんですよ。すごい。そうなん、そこでなんかバランス取ってるのかわかんないですけど、なんかめちゃくちゃ回収率いいらしいですね。そうなんですよ。バンエイ競馬の回収率僕が 90% ぐらいです。僕今95、6あるんですよ。いやこれねすごいですよ。これすごいすごい。こんな言ってんのってほぼ負けてないってことですから、ね、いやそうですそうです、ね、岡本さんね、あの90何パーセントって自慢してますけど、はい、あの全部豆犬なんです。いや豆犬100円200円の世界ですから、ね、パーセントで言うから金額パーセントで言うとすごくね。でもね聞こえはいいです。一番数をかけないっていうそんなこと言っちゃう正しいですよ。豆犬が一番損しないんですよね。そうそうそう。最近の有馬というか、例えば去年とかはお二人はどうでした。去年はいい思い出ですか。いや去年はクロノジェネシス本命でしたけど、はい、サラキアがもう全然あ2着ね、はい、僕は大勝しました。おえ、はい、あら僕ね、あのだから皆さんに比べたら多分ね、あのまだ歴は浅いんですよ。あらで下手だと思うんですけど、まあ、クロノジェネシスをね1着につけるじゃないですか、もう2着をね全部流したんですよ。あら3着に2頭ぐらいポンポンとつけて3連単を何とかね。うおぉ、3連単ですよ去年の。3連単って去年いくら5万ぐらいつきました。あらあら200円取れたんですよ。あらちょっと一家のご飯おごってくれたねそんな距離感でもないですよ。ちょっとですけどまだ出会ってなかったんですよ今はこそね連絡取れますけどあでもすごい去年はね本当まぐれでしたけどなんとか取れたんでなんこれはこれは心強い。北の有馬男ですよこれは。そうかもしれない。北の有馬男、北の有馬男いいじゃないですか。そんな変なこと言ってないいいじゃないですか。ちょっと今日ツッコミ言ってますね。いいよ北の有馬男になるかもしれないです。つまり良ければ全て良しですから。いやそうでございます。ツッコミも終わりが良ければ全ていいんですよいやすいません、アクリル板越し助け求めないしっかり見えるよ、確かに。ということで、はい、まあ、なんとしても、ね、せっかくなんで当てたいじゃないですか。当てたいですね。ちょっと、景気よくですね、はい、行きたいということで、はい、今回ですね、特別に、なんと競馬部へある方々からメッセージが届いております。あら、誰ですか。いや、それを今から見ます。言わない方がいいですね。落ち着いてみてください。わかりました。では、こちらです。どうぞ。はい。HBC 競馬部をご覧の皆様、JRA ジョッキーの勝浦正樹です。松岡正美です。思い出の馬ってやっぱ一頭に絞るっていうのはなかなか難しいよね。難しいですね。まあでもやっぱりやはりやっぱ手ねぐの質そうですね、ですかね。そういうイメージありますね。やっぱり、はい、G1 も初めて勝たせていただきましたし、はい、まああの海外、フランス、香港と連れて行ってもらいましたし、うん、やはりテレグノシスかなと思いますね。松岡さん、そうですね、僕はやっぱり、まあ、たくさんいい馬をしていただいたんですけれども、やっぱりウィンブライトですかね。ですね、はい、はい、どのレースが特に
そうですね、やっぱクイーンエリザベスカップを勝った時はもうすごく嬉しかったですし、今までジョッキーやってた中で一番嬉しかったレースですね、はい、見てました、もう忘れましたけど見てたと思います嬉しかったですよ、やっぱり輝いてますよね、はい、仲良くさせてもらってたんで英雄ですよ、もうそうですね、はい、本当もう嬉しかったです。万栄十勝のオフィシャルホームページや YouTube で僕たちの帯広記念の予想を披露しています。ぜひご覧ください。すごい、すげえんですけど、ほんとトップジョッキーのお二方が G1 ジョッキーの、え、競馬部にくれたんですもんね。そうですね、はい、競馬部ご覧の皆様という、いやこれすごいよ、全部 AI に言わしたとかそういうの構成してて HBC とか全部そういうことじゃないですか、いや自然な喋りだったからすごいよすごいわ、なんでなんで、いや、あの万栄さんとね、はい、あのお二人いろいろそのジョッキーのコラボがあった、はい、JRA の方も乗りに来られてるのがありましたね、そういうイベントも最近はちょっとあれですけど、そうですよね、ありましたんで、そんなご縁もあったということで、うん、今回我々にコメントをいただきます。すごい、ありがとうございます。これは景気いいですね。ほら、ね、なんか盛り上がる感じが、これはいいっすわ。めっちゃすごいでしょ。いや、だからお二方も有馬騎乗経験も、ね、はい、当然ありますし、ですよね、うん、で、万栄の予想も載せますよと、今日この配信されてる頃にまだ上がってないかもしれないんですけども、うん、近日、万栄十勝の YouTube で公開されてます。これは盛り上がるわ。ぜひ調べてみてください、ね、はい、あら、じゃあなんかこれ、ね、いい流れになってきたんじゃないですか。いや、いいですわ、いいですわ、当たるにしてきました。さあ、では、すぐ行きますか。行きましょう。予想対決、お、あ、対決になるんですかね。対決しましょう。おー、せっかくですから、これチーム戦で、チーム戦で、前回函館記念の時にご一緒して、はい、その時お互いちょっと残念だったんですよね。そうですよね、はい、そうか。じゃあ今回は、はい、まあ、同じくチームごとに、はい、回目を披露して、了解です。でその前のお印とか、うん、そういうのはちょっと各々ね、うん、やった後にちょっとチームで回目を書いていただいて、わかりました。で、今回ちょっと提案なんですけどね。なんでしょう。その買い目で実際にお互い買って、はい、金額無制限で、はい、制限つけません。前回3000円っていうのでやったと思う。やりましたね。無制限にして、で実際にそれを買うと。あら、おう、買ったらもうガチ勝負を、はい、なるほど。ちょっと豆剣で行くのか行かないのか。挑発されてるぞ、豆剣のイメージいやいや、いいんですけど、いや、いい、それちょっとこう、お互いのツイッターでしっかり買いましたと、あ、実際に証明してる、証拠もね、いいじゃないですか、出して、で、結果をツイッターでやりましょうよ。いいですか。はい、お願いします。望むところですよ。これはちょっとガチですよ。いや、そう、はい、だから金額もチームに任せます。あ、じゃあふざけた感じで、はい、200万とかやったら、やったら本当に200万頼まれますよ。ただの嘘つきになっちゃう。じゃあ、まあ、ね、回収額をまあ競うみたいな、まあそういうことですね。はい、すごいね、これは。じゃあもう、もし勝った場合はこのここの席をいただける可能性もあるので、HBC 企業の席を僕らが、じゃあもし僕らが勝ったら、タッチポン出させてください。どうぞ、どうぞ出てください。もう出ていいですよ。どうぞ出てください。各の漫才やる各の漫才やる、どうぞ出てください。皆さん、自信は？いや、今回は結構いいんじゃないかなって今のところ思ってます。いや、でもこれ本当枠次第なんで、うちにちゃんと入れば、うんうん、あの多分大丈夫だと思います。あら、はい、聞きたい、ね、収録前からすごい、そうなんですよ、すごいんこれの2倍くらいのテンション、ね、全然こんなことなかった。そんな感じじゃない、本当大丈夫です、だって決まってるんですからみたいな感じで、ね、あのですね、どうしたんですか、それやると当たんなくなるんですよ。どういうことあ、そうか、配信上はちょっと抑え気味みんなに見られる段階ではそうです、控えめに行かれて、でも心の中では結構いいと思ってます。そうだから、はい、まあ、ちょっとじゃあ聞いていただいてって感じですね。聞きたい、はい、じゃあ自信がそんなにない私からいきますか。星さんがいる、あ、いや、なんかそれは取っといた方がほら、うん、ね、いいと思います、ね、じゃあお願いします、はい、はい、お願いします。私はですね、はい、
まあ、有馬記念は好きな馬から買えという、なるほど、まあ、格言とでも言いますか、まあ、そうですね、ありますよね。あの牧大川慶次郎さんも有馬は好きな馬を買うんだよっていうね、似てないなやっぱ言いたくないけど似てなかったそういう思ったことは全部名言もさ、ね、残してますから、ね、はい、だから、まあ、基本的には好きな馬で買いたいんですけど、はいはい、やっぱりちょっとデータも見たいなということで、ちょっといくつか見ました、はい、まず三歳馬がいいです。三歳馬がいいんですよ、はい、もう勝率で言ったらね2桁超えてるんですけど、4歳5歳と比べるともう全然3倍近い勝率を上げてます、まあ、頭数出た頭数が今まで少ないってのもあるんですけど、副賞、うん、圏内の率でいくともう4割近い。おお、すごい、これすごいんです、うん、5歳馬がその半分ぐらいなんで2割ちょっとなんで、うん、3歳馬まずいいでしょう。今年でいくと浅間のいたずら、はい、エフフォーリア、はい、そして、ステラメローチ、はい、タイトルホール、はい、この辺りになりますね、はい、うん、3歳馬いいです、うん、あとやっぱり去年さっきサラキアの話も出てましたけど、はいはい、僕サラキアが忘れられないんですよ。ほう、サラキアのせいで馬券が外れたから。あ、なるほど。もうメイトアンサラキアで。そうですね、サラキアに僕はやられた側、うん、で今年もこれサラキア的な馬なんだ。あ、なるほどね、近い馬、ね、なんかこう来るんじゃないかっていう気がしてましたし、この前も箱ができる時も何かに敵な馬って言ってましたよね。え、言ってました敵な馬って言ってました。ほにゃらら的な馬、まあ、これあれっすよ、あのアドマイアジャスター。あ、そうそうね、あの追い込んで、あ、そう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 、だその例に習ってサラキア的な馬をちょっと探したい。イメージが大事。それでいくとやっぱりね、まず牝馬ですよ。まあね、ね、牝馬、うん、で、あれサラキア去年のレースね覚えてるって方いらっしゃると思いますけど、後ろからそう、もう追い込んできた、もう外通ってズバッと、うん、じゃないですか、うん、だそういう馬ちょっと狙いたいなと。なるほど、もうちょっと見えてきましたよ。それでいくとね、例えばまあ赤い糸とか、いや、ね、そうなりますよ ねエリザベス女王、はい、まさにそういう、うん、ね、私はまだこれ赤い糸のせいでと言うとあれですけど、赤い糸のおかげで馬券は取れませんでしたそれはね、ね、うん、悔しい思いしましたんで、うん、ちょっと赤い糸あたりまずいいんじゃないかと、はい、うん、やっぱ牝馬がねいいんですよ。そうですね、去年クロノジェネス勝ってます、うん、その前の年リスグラシュです。うん、で去年はサラキアも牝馬ですしね。で牝馬がここ最近4年前でいくとクイーンズリング、そうそうそう、8番人気、8番人気2着ですからね、ルメール騎士でしたね、はいはいはい、やっぱり牝馬が最近こう結構来ているって、まあ、どのレースもそうだと思うんですけど、なるほどなるほど、ということで牝馬はちょっとこれ狙いたいなというところですね、はい、そうなるとウィンキートスとか、おお、ウィンキートスシャドウディーバとか、おシャドウディーバー、メロディーレーンとか、おろメロディーレーン、メロディーレーンも、そんなところがちょっといいですよね、うん、でウィンキートスなんてあれですよ、この2200と2500、このちょうど中途半端に割り切れないこの非根幹距離というところがもう大得意な馬ですから、うん、こういう面でもこれウィンキートスいいんじゃないかなと思っているわけです、はいというところで、お、ではちょっと私の買い目を見ていただこう。じゃあ結論、買い目というかごめんなさい、印です、印ですね、はい、はい、じゃあいきます、こちらのやつ、じゃん、あれ本命はタイトルホルダー、タイトルホルダーに3歳馬、3歳馬対抗にクロノジェネシス、お牝馬、はい、黒三角にステラベロチ、そしてディープポット、ウィンキートス赤い糸、タイトルホルダーはこう3歳馬なんですけど、あのなんか逃げが残るイメージはないんですよ、有馬記念は、うん、でもこのまま前走菊花賞逃げてて、はいはいはい、で強かったと思います、なんでスタミナは十分あると思うんです。で僕ちょっと目をつけたのが、パンサーラッサいるじゃないですか、はいはいはい、この馬が逃げてくれるんじゃないかなと僕は思って、すごいレースですよね福島記念は、そうね、はい、だからいけるかどうかですよね、確かにどうかな、言ってくれるんじゃないかなと、まあ、あと奇跡もどう出るかって、ね、そうですね、それは分かんないですよね、うん、前走は後ろからまくってね、そうですね、いずれにしろどっかで先頭には立ちたいですね、そうそうそう、奇跡は、はい、っていうところがあるんで、うん、これはちょっともうその展開込みなんですけど、うん、パンサラッサが逃げて番手にタイトルホルダーつけてくれよという願いを込めて、あ、 そう、そこから直線で抜け出すというイメージを僕は持っております、なるほど、はい、タイトルホルダー
で、なんかそれでいくとタイトルホルダー、ちょっと去年の3着だったフィエルマンとなんとなくイメージが被るかななんて先行して、なるほど、ちょっと残すというところでいいんじゃないかなと思っております。はい、はい、天乗りとかはどうなんですか。そう、有馬記念は、うん、今回横山和生騎手ですよね、うん、あの お兄ちゃんの天乗りはね、あんまり来るイメージないですよね、有馬天乗り、うんうんうん、まあしかも3歳馬ですから、ね、ちょっと待って、そこさ、僕ごめん、言い返す番だよ今。いやそうっすよ、なんかそんなの大丈夫ですよ、こちょこちょってなんかやった程度でそんなやらない、僕が悪いことしたみたいになるか、そんな僕も弱気になると思わなかった。いや、僕、若い馬の乗り代わりは否定派だったんですよ。あ、なるほど、今回そこをちょっと、あれ去年佐々木は確か松山騎手、いやそうそう、乗り代わりだったんですよ。そうか、そうか、うん、そういうのが欲しかったほら、いやチーム戦だからあなたの味方していくよ。あ、ありがとうございます。いや、ちょっと痛いとこやられたな。いやー、こんなのしょんぼり取れたら僕が悪いことしてないじゃん。悪いことしたんですよ。悪いことしてないですよ。別に、そんなに難しい質問じゃないし、いや、そう、全然難しいけど、ただ僕がポカミスです。結構この理論は大事にしてて、あ、なるほど、若いエースが乗り換わり、かなり、そう、本当に去年、サラキアは北村雄一騎手から松山騎手に乗り換わって2着に来てます。はい、そうですね、うん、そうでした、そうだよ、はい、よし、まあだから大丈夫です。ね、よかったね、そうそう、決めたことですか、安全の意味だ、大丈夫、大丈夫。じゃあタイトルホルダーそれぐらいにして、で、あとはやっぱクロノジェネシスですね、はいはい、引退レース、最近の引退レースみんな勝ってます、うん、そう、だからコントレイル、そう、グランアレグリア、そう、ね、そんな流れですね、そう、だからここはちょっと硬いけど、ちょっと凱旋門賞帰りが僕はなんか不安なところがちょっとあるんですよ、ね、でしかもちょっとね、先週段階ではあんまり調子がって、ね、いや、確かになんかね、まだ戻りきってないみたいな、そうそう、今週追い切ってどうなるかですね、うん、なんかね、ケズヤとかがなんかいい時と比べると点々点みたいな、そうそうそう、なんかそんな話があって、ね、そう、ちょっとそれが心配なので、わかります、うん、もしかしたらもうちょっと当日僕下げるかもしれない、これその状態のあれを見たら ね、 にね、うん、で上がってくるのがステラベローチェですね、はい、3歳馬、ステラベローチェはなぜですか、これはまあ3歳っていうのと、これも後ろからの馬じゃないですか、そうですね、だからこれはさっき言ったそのサラキア、うん、パターンで後ろからえいっと、うん、飛んでくるっていうのはちょっとあるんじゃないかなと、うんうん、もう確実にいい足をもう毎回使ってるんで上がり、そうですね、うん、こういう馬がやっぱり1頭2頭来てもおかしくないんじゃないかなと、うん、ここ最近見てもあのかなり差しが差し決着なんで、うん、そうですね、差し馬2頭ぐらい来るんじゃないかなっていうイメージで、うん、タイトルホルダー前残りステラベローチェとあと1頭みたいな、なんかそういう感じでもいいかなと、うん、であとはさっき言った赤い糸でウィンキートスで、ちょっと星に挙げたのがディープボンド、うん、これはね、僕はなんかいいとこ見つけちゃったなって昨日一人でうはうはしておりまして、これはね、多分人気あんまりないんじゃないかなと思うんですけど、ね、これこそ天皇賞で2着あるじゃないですか、春、うん、3200m、はい、これがね、フィエールマンと株、うん、だからこの馬もちょっと前目に行きつつ、まあそうですね、ね、海外でも買ってましてね、うん、そうです、そうなんですよ、とかいいんじゃろう、いいんじゃろうなって感じ、いいんじゃろうなって、なんか公共広告機構と一緒になっちゃうかみたいな、いいんじゃろうなって、じゃろうかっていう感じで、まあ、外星文書はもう力多分使ってないんで、おクロノジェネシスよりダメージは少ないんじゃないかなっていうところで、ディープボンド、そうかな、外星文書大変だったと思う、大変でしたけど、やっぱこうほら、あの競ってないんでね、あ、ごめん、味方だった、そうだよね、いや、そうよ、なんで味方を売ろうとしてるんだよ、はい、というあたりでございます、なるほど、はい、はい、では自信満々の、うわちょっと注目だな、行きましょうか、お願いしますよ、はい、はい、あのですね、実は今堀内部長が言った理論、はい、の肉付け的な予想になるかもしれません、あら、じゃあ方向性は一緒って感じですか、やっぱり息ぴったりじゃないですか、このね、1年半やってきた、うん、なんかね、感じがあるよ、なるほどなるほど、絆ですか、お、絆かな、ディープボンド、絆、じゃあまず、いきますよ、流されたのかな、さあ、ね、さらっと流されたのかな、あの、私、今プレゼンで頭いっぱいですどうぞか、楽しみなんだよな、いきます、今年は狙い目3歳馬、お、あれ、ほんとだ、すごい、おっしゃる通りで、
3歳馬強いレースです、うん、有馬記念、うん、でもその根拠をもっと僕肉付けしたくって、うん、今年は狙い目とつけました、はい、じゃあこれはなぜか、うん、調べました、グレード制が導入された1984年、これシンボリルルフ勝った年ですけれども、はい、それ以降の3歳馬が3着以内に入ったのがどうだと調べましたら、うん、2年連続で3歳馬が馬券に来なかったってことがない。なるほど。単発はあるけど。そう。これね、すごいデータなんです実は。グリルス導入後。そし、あの、本当そうなんです。したら、だから3歳馬は来る。うん、なぜなら、去年は3歳馬来なかったんです。あ、3着以内で来なかった。2年連続はない。そうなんです。この理論で言うと。今年は来る。来る。来る。そう。いや、だから、もうこれで4頭です。絞られた。あ、すごい。でもう僕は勝つ馬を想定して予想していきますから、うん、今年は、うん、でこの4頭に絞られましたと。じゃあこの中でどれかと、うん、でこれまたグレードレース導入後なんですが、うん、ね、84年からあの去年まで過去37回あって14頭が3歳馬優勝しました。これ率にして3割7分8、つまり4割近くが3歳馬勝ってる、うん、これは結構すごいなと。で共通項ないかと調べました。でこの14頭全頭全走距離 2200m 以上。なるほど。これ2200にしたのはこれシンボリクリス先生が勝った年中山でジャパンカップがあったんで2200になってるんです。だから実質も2400以上と思った方がいいですってことか、はい、うん、だからでこれちょっとねかなり前のが上がりのタイムが分からなくてあれだったんですけど、少なくともそのうちの14頭中10頭が前走上がり3位以内の足を使っていた、うん、だからやっぱりある程度上がりが良くないといけないというところで、うん、この今年の4頭のうち浅間のいたずら菊花賞上がり1位でした。でこれエフフォーリアが 2000m、 天皇賞ね、これがね、ちょっとどうかと、さっきの理論でいくと、そうなんですよ、だからエフフォーリアの頭はないかなと見ました、ね、でステラベローチェ菊花賞 で上がり1位タイでした。浅間のいたずらと一緒でタイトルホルダー菊花賞だったんですが勝って上がり35秒1、これがね上がり4位以下なんです。これがちょっとどうかなというところで、タイトルホルダーは僕はこれ、これは競馬派の方だったら被ると思うんですが、98年のセイウンスカイにちょっとダブってるなと。これも菊花賞逃げ切ったんですが、この時上がりが35秒1、なんと今回のタイトルホルダーと全く一緒。で、セイウンスカイがその年の有馬、当然逃げ切ったんで、支持されました、一番人気。ただ4着。この時の有馬37秒1で上がり。だから今年も逃げるとも僕タイトルホルダー。逃げますか？ペースを作っていくとも。となるとちょっと厳しいんじゃないかなと。なるほど。言うと。で、さらに、こんな状況が起こっておりまして、これこの秋の G1 バーッとこれ10レースあるんですが、注目していただきたいのがこのカッコのところ、はい、これ馬主さんなんですが、はい、シルクレーシングから始まって金子さん山田さんってガーッてきて、なんと先週まで全部違う馬主、これは珍しいですね。これね、なかなか近年ないでしょ。そうそう、ローザンファームのこの強い時代、そうです。ということは、うん、もう決まってるんです。この勝つのはこの馬、ステラベローチェです。あら、大野さん、ここで初制覇で枠も多分5枠9番に入ります。なんでかというと、これ入ったら結構怖いっすよ。すごい、もう枠も予想してます。でもね、枠の予想当たるんですよ、枠の予想当たるって去年やったんですけど、そう、ここ入ると思ったら本当入ってたんですよ。で、馬券はどうだったんですか？ダメでした。そこまでラビットで、そこは聞かないです。ラビットで、なんていうかというと、やっぱまだちょっとコロナ禍続いてます、でね、ワクチン、ね、3回目どうかってなってます、はい、ワクチン、ワクチンっていうのはベトナム語で9番なるほど、ということで、9番に入ります。はい、というところで違う言語、ステラベローチェン、あー、すげえ。でもこれね、ペース的にも多分僕前速くなると思うんです、うん、アンサラッサも行くし、エフフォーリアも僕仕掛けていくと思う、で前がごちゃごちゃになる。で今回鞍上がミルコ・デングロク氏なんですよ、これ初コンビ、でステラベローチは場合の由来はイタリア語なんですよ、こんなコンビはない。でここに来てミルコ騎手絶好調です。
今弟も来てね、一緒に住んでて、で、ね、多分メンタル面もすごく今充実してると思う。選手を見つによく差し切りました。3週連続ミルコキシュが持ってくるんじゃないかと。クロノジェネシスは番手、うん、ね、インターレース番手、うん、でフォーリアはちょっと条件合わないかなと思って3番手まで、うん、あと白三角いっぱい、確かに、つまりあとは分かりません、うん、もうね、僕クロノも F も飛ぶかもしれないと思ってます、うん、でスタラベラオッチからの流して買いたいぐらい、うん、っていうのが今年の私の有馬記念です。あ、いやすごかった、スラベルジュに全てをかけます。すごいデータ。多分ね、4番人気だと思うんです。ああ、でもじゃあ美味しいところ。だから10倍ぐらい単勝つくと思うんで、これね、本当美味しいと思いますよ。あのブラストワンピースとか、過去遡ると初めてね、G1 を勝った三歳馬の感じにすごくこう似てるんですよ。クラシックではあと一歩なんだけど、有馬で輝いた。シルクジャスティスとかもそうなんですけれども、前のレースまですごく上がり良かった。よくて勝てないんだけど有馬で身を結んだという、今年はそのパターンにはまるんじゃないかなと思っています。僕ちょっと水野さんと被っちゃったんですけど、おお、え、すごい、僕もステラベロ、僕もステラベロじゃん、結構同じ感じなんですけど、まず3歳馬はやっぱ、うん、やっぱ2キロもらえるっていうのはやっぱ大きいのと、ね、はい、やっぱり神戸新聞杯、まあ、道丸もあったけどシャフリヤールに干渉して、でも菊花賞はもうあれちょっと仕方ないので、それこそ言ったように、やっぱミルコーさんがやっぱ弟が来ると多分2倍くらいの勝率に、調べてはいないですけど、嬉しいな、調べてない、調べてはいないですけど、おそらく2倍くらいは勝っていないかっていう、でも優勝だとそうですよね。いや、そうですね、頑張ります。で、その中山2500もこう決闘的にも合いそうですし、そうです、そうです、この馬を本命で、そのエフフォーリア、本当はエフフォーリアにしようと思ったんですけど、うん、やっぱり人気なのと、やっぱり皐月賞勝ってるけど、僕はやっぱり東京のあのコントレールとグランアレグリアで勝った勝ち方を見て、やっぱり東京の芝の方がやっぱり合うんじゃないかということで、うんうんうん、小回りのよりはそっちの方がね、いいんじゃないかっていうと、うん、やっぱクロノジェネシスも本命候補でしたけど、やっぱり状態面、凱旋門からの状態面、多分一番強いのは多分この馬だと思うんですよね、クロノジェネシスは一番強いと思うんですけど、状態面とやっぱりこう年齢のもんもありますので、やっぱり若い方がいいんじゃないかってこと。あともう一頭、若い頭はエリザベスがなんかちょっとフロック視されてますけど、あれも結構強いと思うんですよね、はい、まくっていって正当に、まあ、メンバーもありますけど、うん、勢いもあるのです、ね、絆中山合うと思いますので、おっしゃる通り、はい、こちらにさせていただきました、ステラベロージェから、はい、いや、ほぼ僕本当に思考一緒です。そうですよね、僕だから、僕だけステラベロージェ見つけたと思ったら水野さんも本命だったから、じゃあ僕と顔する、チーム馬券的にはね、チームステラベロージェ、チームステラベロージェ、いや、だから本当そんなイメージです。でも不安定は本当にやっぱこういう自信のある人が当たってるのを見た試しが水野さんだけに関わらず、ね、あんな最もらしいデータを持ってきて、だいたい有馬記念とダービーの前に現れるんですよ、競馬競馬好きの前に集まってきて、そう、ね、でも3歳馬が2年連続で外してないってすごくないですか。このその前はあるんですよ、有馬のグレード制前は小馬強かった時代だから、うん、でなんで浅間じゃないんですか、その浅、あ、でもだから僕浅間も三着のあると思ってます。俺も浅間いいと思います。だけどステラと浅間だったらステラだろうです。あ、だからこれもしかしたら浅間が来るかも。あ、そうそうそう、ね、全然あると思いますよ。浅間はね、僕調べたんですよ、昨日寝る前に、はい、好きだね、寝る前に、寝る前にいつかはどうでもいいんですけどそうね、余計な時間、はい、こういうの打足って言うんですけど浅間のいたずらはね、なんかこう走る時がよくわかんないんですよ。こうどういう時にうまく走ってるのか、構想してるのかっていうのが全然こう傾向が分からなくて、うん、でこじつけかもしれないですけど見つけたんですよ、一つ昨日。あのね、最終追い切りが注目、ほう、まだこの段階出てないんですけど、ぜひあの見ていただきたい。最終追いでね、いっぱい追いをしててほしいんですよ。あ、強く追うと、そう、そうするとね、来てます。未勝利の勝った時もそうだし、セントライト勝った時も最終追い切りがね、いっぱい追い、ビシビシと追った追い切りだったんですね。菊花賞は？菊花賞はそうではなかったです。あ、そうなんだ、はい、
だそれがちょラジニケーションもね。へえ。なんかその辺がもしかしたらっていうのがあるのかなっていう僕のまだこれはちょっとデータが少ないんで、うん、分かんないんですけど、最終追いがっしりやってたら僕ちょっとこう上に入れたいですね。浅間でもお父さんね、有馬記念勝ち馬でしビクトアルピスさん、全然いいですよね。田辺さんもね、うん、中山強いですし、いやこれ無欲の追い込みでありますよ。そうそう、うん、セントライトの再来をっていう感じでね、はいはいはい、うん、なるほど。はい、こんな感じで、だからちょっとね、これくらいの人気の馬をなんかこう自信満々に押してくる人がいるときは大抵来ないんですよ。そこだけ、ほんとそこだけ不安です、ほんとに。それが心配、はい、一緒に当たりましょうよ。いや、じゃダメなのか、今回は。一緒に当たりたいですけど、そこが結構心配です。対決やめますか。もうみんなで買おう、みんなで仲良くいやいや、勝負しましょうって言ってたから、はい、こちらにしました。はい、はい、さあ、去年当たった下さんです。これ注目、僕ね、やっぱさ、お三方聞いてるのやっぱすげえ詳しいし、データっていうけどね、あのやっぱり普通に考えた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。どう考えてもエフフォーリアがさっきね、あのその自信に肉付けしてくれたんですけど、やっぱ三歳馬がいいっていうのと、うん、あと皐月賞も中山しっかり勝ってますし、うん、あと横山ジョッキーのね、今年のブレイクブームいや、ほんとですね、ここも決めてっていうのがイメージできるので、やっぱ僕は本命はエフフォーリアでそのままいきます。はいはい、で対抗はクロノジェネシスです。おー、これも絶対実績が一番ありますし、うん、うん、なんか引退でまあちょっと力は落ちてきてるのかなとは思いますけど、うん、この中ではもちろん上位なんで対抗にします。はいはい、して穴に浅間のいたずらは入れます。おー来た、はい、これはなんか僕のねちょっと思いなんですけど、ちょっとセントライトを見たときに、はい、あのびっくりしたんで、うん、ちょっとこの人気の馬がここであって飛んでくるんだっていう、ちょっとあれが忘れられないんで、なんか田辺ジョッキーもやっぱ中山うまいですし、下手したらちょっと突き抜ける可能性もあるんじゃないかなぐらいのイメージはありますので、この3頭ですね、僕はこうです。はい、出していただきました。浅間はいいですよね、だから、うん、なんか僕が当たりそうですよこのね、バケンテのイメージでかいの取れそうだけど、僕が当たりそうですよ、これは。あのね、どうやら堅実に、うん、現実的な、あのね、やっぱ去年当たってるっていうのは大きいんですよ、そう、ね、実績があるって。普通に考えたらこの2頭ですもんね。いや、そうなんですよ、ね、いや、シンプルイズベストだそうですよ、本当そうです、強いんですよ、確かにね。いや、めちゃくちゃ当たる気してきましたね。こういうのは怖いですよ。浅間のいたずらは今日すごく今人気になっちゃってますけども、はい、血統的にも今よくって、ハーチチキングヘイローってこの秋トレンドなんですよね。確かに。へえ。あのピクシーナイトもハーチチキングヘイローですし、この前阪神ジュベナイルフィリーズで馬券が入ったウォーターナビレラもキングヘイローの血筋で、この秋のトレンドはハーチチキングヘイローキングヘイローっていうのはあるから、いいのかもしれない、うん、全然あるんだ。っていうとディープボンドもそうなんですよ。あら、そう。だからちょっと僕は入れたいなって思ってます。いいですね。うん。そう、浅間なんかセントライトの差し方が有馬でもなんか来そうな差し方に見える。いや、そうですね。うん。うん。あ、1個入れてないけど入れてる。入れたかった。それを入れたかったんですよ。もうさ、みんな入れたくなるんだよね。こうなると。書いたね。じゃあ予想は出揃いました。はい、はい、じゃあまあいいですか、チームごとでよろしいですか。あ、全然いいですよ、全然いいですよ。はい、じゃあこれ元に、はい、チームの解明を実際に、書いていただいて、簡単そうですよ、意外と、うん、出しましょうか。はい、はい、ではチームケバブ解明はこちらです。じゃん、もう水野さんの強い意志を受けましてステラベローチェ一等軸で3連服流したいと思います。なるほど、はい、相手は、私が欲した馬をすべてまずタイトルホルダー、クロノジェンシス、ディープボンド、ウィンキートス、赤い糸、頭のいたずらまで入れまして、であと水野さんが白三角で挙げてた、ペルシアンナイトと奇跡を入れて、ちょっと待って、エフフォーリアが入れないの？入れてないですよ。うわ、これはすごいわ。いや、僕相手任せたんですよ。あらぶらぶまさかエフフォーリアを外すとは。エフフォーリアは多分ここいやいやいや、条件は合わないと思うけど。いや、そうっすよ。弱内は来るでしょうと思いますけども。本当？
で、僕書きましたんで、ええ、もう付け足すことは無理ですね。いや、1等足して35点。もうそういう、なんか、男らしくないと思います。いや、いいですよ、別に男らしくないで、それで、いいのであれば一番人気でフォーリア入れるんだって待ちますけど、これ、それは。じゃあ、いいっすよ、今年は。F フォーリアでこれで来なかったら、すごく自慢できるじゃん。確かに、俺切ったんだよねって。俺、F フォーリアを外す人、なかなかいないと思う。しかもね、これ、3連複、こんなに広げて。確かに、広げてんだよな。これでいきます。これでいきます。はい。はい、どうぞ。はい。はい、じゃあスキンヘッドカメラの買い値はこちらです。馬団ボックス。はい。F フォーリア、クロノジェネシス、ステラベローチェでいきます。うまい。各500円、計3000円。僕らは3、はい、6分の4が見れますね。そうですね。ここ絡まない。僕らは F フォーリア、クロノジェネシス来ると多分4倍とかあるここやばいね。この2人合わせるとこうしかなかったの当たりそう回収率がいい分かる、うん、うまいっすねいやうまくはないですなるほどいいところをついて僕がなんかあんまり広げないんですよねいやいやいや正解です28点とかも買わないんですよそれがいいんですよなんかね分かった気がする分かりやすく、まあ、金額自由室大体3000前後で勝手にそこにそうもっと来るのかなと思ったんですけど結局さで僕なんかごめんなさい芸人なんて3000円でごめんなさい僕らより少ないじゃないですか2億円も少ないだったら最初から3000円で全然良かったじゃないかだから3000円対決あれなんでしょうねだってエフフォーリア入れて3600円にしたって全然いいのにそこケチるところがあなたらしいでそれでケチってこの間もね2万馬券とか損してるうわそうですねそうね、結構プライベートで買ってた時に結構あります、ね、先週やったんですよそれこれもみんな F ゴリは入れますよ多分ご覧になってる方は、はい、これで実際に買えばいいわけですねこれで実際にツイッターにあげればいいぜひ買いましょう、はい、で結果はツイッターなどで、はいはいはい発表したいと思います、はい、さて、はい、ではお前半は番組あごめんなさい間違ったはい、キノディア使うよ、ここで大丈夫ですか、もう息切れしてませんか第一障害であんたもう膝ついたよそんな大間さん、なかなかいないですよ今日、ボンゲーキーはあるだろ大体第一障害は結構スムーズにあるね、改めまして、はい、よしょ前半は有馬記念でございます、はい、まあ、有馬記念、年末やりますけど有馬記念が終わっても、まだまだ競馬は終わらないぜとそうだはい、年末年始番外競馬があるじゃないかと。いいぜ、はい、ここからは番外記念を特集していきたいと。やりましょうね。番外競馬を特集していきたいと思っております。はい、で、年始、年明けに、うん大レース、帯広記念。帯広記念、はい、1月2日。1月2日。スタートですよ、ということで、そこをちょっとメインにお話ししていこうと思うんですけども、はいはい帯広記念といいますと、コバの BG1 競争。ね、万栄記念3月にありますけどそれに次いで、格式の高いレースということになっております、うん、去年は俺の心そうなんですよやっぱり強かったなその前の年甲州ハウンド、はいはいはい、その前の年俺の心甲州ハウンドそうね交互に勝ってそうね甲州ハウンド甲州ハウンドやったら下さんそうですねありがとうございます、ね、大好きなんですよね大好きそうバッチからマグカップから全部そんな思い入れのあるね、はい大場さんも出てました、はい、だから去年が甲州が勝ちそうでねそうね結構すごいいいとこまで行ったんですよ、かなりはい、もう横のエキサイティングゾーンで見てましたから、うん、はい、ね、そ最後残念ながらだったそうねでも堅実でした、うんはい、その離島がもう今いなくなっちゃいましたからねそうなこれがどう今どうじゃあ世代交代みたいな感じなんですねそうですねそのトップ離島が抜けてみたいなところですよね、うん万栄競馬は直線 200m のこうセパレートコースで行われるこうレースですけども普通の JRA のいやその普通のサラブレッドのレースとは違ってこうもう1トンぐらいある馬がソリを引いてその上に上に騎手を乗っけてこう肉2つの障害を登るということでございます馬も1トンですけどソリもソリもそうなんです最大で1トンそうです軽いだと500、600からなんですけどこう1トンぐらいのものを背負の障害なんてもう結構高いですから、うん、しかもこう雪とかも降ったりもしますね。ああ、そっか。ババ水分っていうのはやっぱり万栄で相当重要なので、
そこもやっぱりこう予想の大事なファクターになってくる。なるほど。ババ水分、水野さん一番大事にしてんじゃないかって。いや、バエは水分量ですよね。うん、まあそうですよね。それでね、カルババになるかオモババになるかでね、うん、あるでしょうか。そうですね、こうソリが行きやすいか、行きにくいか、うん。だからそれ1月2日の天気まで加味して予想しなきゃいけないから、から大変な状況になっちゃう。多分晴れます。出た。一応気象予報士、はい、一応気象予報士。あ、本当ですか。だって帯広に言ったじゃないですか。だって帯広冬大体晴れますから。あ、なるほど。はい、もうこれは多分あの雪降りますよ。なんでよ、このパターンは。なんで、帯広ほら週間予報見ても大体晴れマークじゃないですか。そうなんです。そんな予報士いるの。大体帯広晴れるんだよ。だってわかんないもん、先だから。それは分かんないですよ、ね、それは。それはさぞ自信あるかのように言ったから、ただ言うなから、ね、その通りですよ、はいはい、では、帯広記念、はい、8月2日ですけども、うん、やっぱ戦国エースがこういなくなってしまったので、はい、こうやっぱりネブロ・オブ・サップとか青のブラックあたりですよね、やっぱりこう強いと言われてるのは。そうですね、はい、だ今こう本当10歳くらいが抜けてきたので、なんか6歳、7歳、5歳くらいがやっぱりこう今勢いがっていうか、こうただもう本当に年齢重ねても10歳、11歳でも全然走りますし、勝ちますし、うん、今回最年長は新参ボーイですか、11歳、うん、はい、場合って結構その年齢高い馬いっぱいいますよね。そうなんですよ、12歳くらいですね、やっぱり息が長いし、あとこうもう何戦もやっぱり、うん、こうサラブレッドのレースではやっぱり感覚を詰めて使う印象があるんですね。ね、だから毎週っていうか一周おきに出てるような、そうですそうです、なんかね、はい、そんな馬もいっぱいいますし、じゃあ今回はちょっとあれですね、せっかくお二人、いやもうぜひ教えてください、二人からちょっと予想をお願いします、はい、お願いします、はい、あ、僕らでいいですね、はい、僕の本命はですね、メムロゴブサップです。はいはい、もうあのレースをたくさん見れば見るほど多分分かるんですけども、安定感抜群で、もうこの世代のトップ、むしろ多分バンエー競馬の中で今一番強いと思います。人気に、一番人気になると思うんですけど、はい、ぐらい強い馬なんで本命にしたいと思います、はい、でそれにずっと同じ世代で食らいついてきたのが青のブラックなんで、はい、こちらを対抗にしたいと思います。そっか、6歳馬同士ですね、はい、同世代、これの 1,2 着がもう結構長いことあったよね、うん、そうなんですよ、これがまたライバル関係でやったり、俺の心と高主半会のようにこうやり合ってたみたいな、それはちょっと面白いですね、はい、ダウンのブラックも最近復調気味、ちょっと一時期調子崩してたんですけど復調気味ですので、はい、この強い相手とやり合ったダウンのブラックを対抗にします。うん、はい、そして、穴に新参ボーイですね、これ新参ボーイ、はい、最年長11歳、はい、これやっぱジョッキーがあのすごく重要な本当に競馬なので、バンエー競馬、渡来ジョッキー多分乗るのかなと思うんですけど、うん、渡来ジョッキーが今年ブレイクして、はい、リーディングで今2位まで来てるんですけど、おまあ1着ももちろんリーディングで2でも2着率がすごく高くて、うん、とにかく連帯してくれるので、はい、ここを穴あたりに入れてという感じですね、はい、こういう感じです。はい、はい、1点満、お、出た、お、出た、動画でおなじみの知っててくれたよ、かったね、こっちでもやったんですね、番組ではもう1点満ですから、お、はい、岡本という名前でやってますよ、なるほど、はい、1点満、知らなかったらやばかったね、いやいや、いいですよ、それは説明すればいいんですよ、とにかく1点で買うというこ、はい、のやってる1点満です、はい、はい、本命はメブロボブサップです。これはもしもと一緒ですけど、やっぱり今もう一番強い馬で、俺の心こうした受けがいなくなった今、やっぱりこれあと何年も番組を引っ張っていく馬だと思いますので、こちらを本命にしました。で、相手が新参ボーイ、これも仕事かぶったんですけど、この馬も若い頃から強くて、で一旦やっぱりこうもうダメなのかなって時期あったんですよね、もうここ何年か、でもここの11歳になってきてもう一度花を咲かせてきたんですよ。へー、でこれがもう安定してきたので、力強さがこう、もうやっぱり若い頃の勢いっていうのはやっぱりこう人間でもそうですけど、どっかで崩れると崩れちゃうじゃないですか、うん、でももうこれもう結構な古豪になったので、うん、もう何があっても動じなく、いや、そういうのはある、うん、その安定して常に自分の力を出せるっていう状態に入ってきたので、はい、他の馬がちょっと手こずればこの馬が、はい、来ると
そこまで重量もやっぱりねコロコロ変わるからね。そうそれに全て対応できるようになっていくのはベテランの域に入ってからみたいなのあるかもしれない。やっぱりそういうの大事なんですか。なんかやっぱり俺の心とか向上会は別に重量にそんなに左右されないというか、いつでも自分のペースで歩くぞみたいな安心感相当ありましたね。確かにここ参戦負けないですもんね。いやそうなんですよ。心臓ボーイは。じゃあ私は、はい、おお新参ボーイ、新参ボーイだ。いやそうなんか今日被りますねみんな。今日被りますね。新参ボーイ、いやさっきの本当おっしゃる通りで、最高齢っていうところをまず頑張ってほしいっていう気持ちもありますし、あとそのね経験、やっぱり大きいレース、その中央の G1 とかもそうですけど、やっぱり大きいレースってなんか実績とかそのベテランの技みたいな、なんかそういうのがどっかでこう光る時が来るっていうイメージがあるんですよね。うん、ほら、過去のなんだっけ、この間マカ引き、高等大賞とかだったマカ引き、ダービー馬がこう何年越しにちょっと復活で重賞勝つみたいなこともありましたけど、なんかそういうところをちょっとこの新参ボーイには期待したいなという気がしております。これ太鼓なんですか、アーモンドグソソっていうの。グソソソですか。今回いないですよね。アーモンドグソソソっていうのが書いてますね。いないです。面白い名前です。グソチソです。グソチソ。グソチソです。ふざけないでください。すいませんでした。アーモンドグルジーの声聞いてないでください。何言ってんの。ちゃんと書いてください。ちゃんと書いてくださいよ。書いてるよ。グルジーだよ。アーモンド軍神、いや、はい、今ですね、アーモンド軍神強い、はい、これはまあ前走勝ってるというところで、勢いをちょっとね変えたいなと思ってですね、そうか、うん、これを選んでみました。じゃあ私水野行かせていただきます、はい、3月に本当にスキンヘッドカメラのお二方と万円記念の予想をさせていただきました。で我々ね、はい、現地まで行って見させていただきました。その時のことが僕は忘れられないというところからの予想です。お本命北野裕次郎、思い出した確かに、これで、ね、G1 BG1 初制覇頑張ってもらいたいなと。でその3月の万栄記念の時の2着は、うん、北勝マッスルの2着。あ、そうそうそう。でこの帯広記念が先ほどご説明いただきましたけれども、やっぱり金魚を背負うと、うん、2番目に番次に負担が大きいと、うん、はい、やっぱりそういう重い金量時の経験、いい時っていうのはやっぱりいいんじゃないかなと、うん、で去年も実際3着にも来てるということもあるし、でこの馬のこの季節のを調べたんですけど、11月ぐらいはちょっと良くないんですけど、この1月ぐらいからすごく良くなっていくっていうのがあったんで、北野裕次郎ここじゃないかなと。じゃあデータが、いやなんかそう、ちょっとしかも強いもん北野裕次郎、でこっからまた万栄に向けてみたいなことなんじゃないかなと、でさっきも話しちゃったんですけど、今本当混戦ですよね多分。いやそうですね、この小馬路線って誰が頂上を取るのか、ね、多分ね確固たる今いなくて、みんなスターの座が上がってて、だから本当連勝ってないんですよ、だから前走大負けしてても平気で次よくってパターンね、あるので、今回北野裕次郎がそこに行くんじゃないかなという読みも入れて、僕は北野裕次郎を応援したいと思います。はい、はい、どうですか北野裕次郎。いや、いいと思いますよ。いい、はい、まあですね、まあ、今の流れだとそういうしかないですよね。いや、そんなことないですよ。いや、でも本当に、じゃあ売るなよ。今言ったより今結構、まあ、メブロムサップがちょっと僕は抜けてるかなと思いますけど、それ以外でもやっぱり確固たるっていう、今この馬が頂上っていう馬がなかなかあれなので、うん、もう覇権を争ってる状態なので、うん、12月29日には第50回バンエダービー、うん、30日には第23回ヤングチャンピオンシップ、はい、そして年明け、帯広記念の翌日、うん、第15回天馬賞、すごい、いろいろとですね、すごいすごいレースがあるわけなんですね。すごいね、はい、いや、そうなんですよね、まあ、簡単にご説明しましょう。バンエーダービー、これは3歳の登場決戦なんですね、うん、はい、そうですね、公営競馬の中では一番遅い時期に、あ、そうです、そうです、一番遅いダービー、そうか、
これがね、一つ見どころ。じゃあ三冠レースの最終決戦、はい、そういうことになりますね、うん、地方中央通じて一番遅い時期に開催されるダービーということになっております。はい、ちょっとまずここからいきましょうか。はい、はい、ちょっと簡単にお二人から注目馬をお願いします。はい、僕は、イオンです。イオン、はい、これもちろんジョッキー大事っていうのも言ったんですけども、はい、鈴木ジョッキーというのがもう本当に一着狙うならこのジョッキーみたいな、うん、一発がすごい魅力のジョッキーなので、あと3歳でちょっとあの難しいっていうのは難しいんですけど、やっぱ牝馬でちょっと重量有利にしていただけるイオンがやっぱり一番可能性は高いのかなというふうに思ってます。牝馬、はい、ですね、はい、うん、はい、僕はオーシャンウィナーです。オーシャンウィナー、はい、このまま2歳の時がすごい最初強くて、今ちょっとこうあれなんですよね、落ちちゃってきてるんですけど、うん、やっぱり とにかく強い馬なので、うん、はい、こちらをさせていただきます、はい、イオンは万円大賞典って1回目を取ってるんですよね、はい、おお、そうかっていう意味で、なんか同じぐらいの力だなと思ったら、ボバ牝馬いたら牝馬の方がやっぱ重量相当20キロとか変わってくるんで、まだ幼い馬で20キロってのは結構でかいかもしれないですね、結構、はい、差があると思うんで、より軽いの重量は結構考えた方がいい。これちょっと一つ覚えておくといいかも。はい、皆さんはいいですか、ちなみに。あら、予想してらして。あら、ええ、あ、桜姫でしょうと。桜姫強いですよね。っていうか、桜姫断然強くないですか。桜姫強いんですよ。てかめちゃくちゃ連勝してるんですよ。5連勝中で、その2冠目の菊花賞を勝ってんですよ。で、前走バンエーオークス勝ってるし、この馬じゃないですか。渡来ジョッキーですし、桜姫です。はい、いかがですか。いやもう間違いないじゃないですか。でも一倍台だと思います。間違いないですよね。二人とも上げてないけど間違いない。桜姫ってね、相当強いですよね。相当強いと思います。はい。じゃ逆になんでお二人は、だからいやでもやっぱり配当妙味もあるし、ね、はい、それをね。そうですね。でオシャミナーはやっぱりその強い時期は本当に強かったので戻ってこればっていうところもありますので、さっき言ったように僕の理論で言うとやっぱり乗ってる時なんで桜姫から行くのもこれはいいですけど、うん、そうですね、さっきの理論だと、うん、あとは天候一つもありますし、うん、ああそれもあるのか、カルババになってしまえば何が来てもおかしくないというバラシだとなりますよ、ね、いやこうやってやると買いたくなるね。いや本当に買いたくなる。ぜひ買ってください。ぜひやりましょう。はい、楽しみましょう。はい、はい、っていうのがまずバンエダービー、はい、19日29日です。はい、はい、ではもう一ついきましょう。次は12月30日に行われるヤングチャンピオンシップ、はい、これはなんか面白いですよね。これこれ面白いですよね。これ初めて今回知ったんですけど、うん、そうです。なんか簡単に言うとこれなんかその場所場所でなんかこう、はい、勝ち上がってきた馬がなんかこう戦うみたいな、だからなんか単純に強い馬が全部集まるとかっていうよりはここ3区、ここ3区みたいので、うん、地区別でなんかこう上がってきた、わざわざみたいな。例えばなんか北見とか、あ、そうです、そうです、釧路とかね、十勝とか、はい、こう、そういう地域ごとの強い馬たちが争うっていう、うん、甲子園みたいな、そう、なんか万栄甲子園って言われてるそうですね。そんなレースが。地区代表から勝ち上がった馬が競うっていう、面白いですよね。そんなレースが12月30日に、はい、行われます。はい、はい、こちらもじゃあ、お二人から注目馬を一つずつお願いします。はい。もうね、これいこうかな。はい。僕、これちょっとわかんないですけど、ヘッチャラ。お、チャーラーですか？ヘッチャラーです。もう、あの、馬柱の安定感だけで、とりあえずそこで見るしかもうないんで、うん、ちょっと難しいわかんないですけど、ヘッチャラでいきたいと思います。はい。はい。僕は、キングフェスタにしました。はい。万栄はやっぱり、馬。3騎手7と言われるくらいに騎手が大事でございますので、ここは鈴木ジョッキーが乗ると思われるキングフェスタを押させていただきました。10月の7かまど賞っていうね、グレードレース勝ってる馬ですね、キングフェスタは。下さん、はいはい、あら僕もへっちゃらですよね。ですよね。我々は十勝出身なんで、なるほど。トヨコロなんだわ、この馬。なるほど。ここでやっぱ期待したいです。いいですね。で、13回走って着が1回しかないっていう、本当安全感。でしょうね。バス。へっちゃら、はい、ちゃら期待したいと思います。はい、ちゃら、はい。さあ、ではもう一つ、帯広記念の次ですね。はい、天馬賞、はい。これがさっきちょっとちらっと話もありましたけど、明け5歳の頂上決戦、はい、これね。5歳だけなんですもんね。すごいですよね、これ、ね。面白いよね。で、これ普通の
サラブレッドのレースってあんまりないですよね。ないですよね。うん、そうで、この重賞も BG1、はい、一番格式が高いレースということになっております。うん、はい、では、注目馬お願いします。はい、はい、アベジョッキーのフォルテシモです。お、はい、フォルテシモ。この馬、あの、僕らやってる YouTube でもよく買ってるんですけど、もう、実は悪い思いしたことあんまりなくて。うん、はい、本当に、勝つとき、障害も上手なんで、すごく勝つときは、もうしっかり勝ち切ってくれると思うんで、うん、はい、こちらでいきたいと思います。フォルテシモはね、9月の銀河賞も3着だし、11月のクイーンカップも3着。はい、そうなんですよ。しますもんね。はい。うん、確かに。はい。はい。はい。僕も、フォルテシモです。お、僕、バンバ塾の中でさっき一点マンってやらせてもらったんですけど、はい、鉄板マンっていうのもいて、あら、鉄板マンともう一個、鉄板マンっていうのがいるんですよ。これは鉄板の時に出てくるやつなんですよ。鉄板のレースっていう時に。それの一番最初に鉄板マンを出した時の本命がフォルテシモで、しっかり来てくれたんですよ。はい。だからこの前はいい思い出しかないので、ここもしっかり。鉄板マンの成績は3の1ぐらいですけど、3の1ぐらいです。鉄板柔らかめですよ。いやでも3割ありますよ、ね、3割バッターです。そうそうそう、まだ1の1だったけど思い出ですね。あ、はい、下ですしね、これ。あ、そう、それは1個言いましたね。そうそう、これ下だから絶対買わないと、うん、ここにフォルテフォルテって書いてください。狭いな、ちょっと。すいません、狭くて。ということで、じゃあ水野さん、はい、はい、まあそのうちを僕言いたかったんですけど、あ、ごめんなさい。もうホルテシモのちょんちょんまで打ってたんですけどね。ありがとうございます。いやでもね、ホルテシモは本当に安定してますよね。だからいいなと思ってました。で、本命は海星ドクター。これが前走ターコイズ特別って、これそれこそ今度の帯広記念に出るような馬たちも出てたレースでの2着、2着だから小馬と交わっても本当に今力がある馬だと思うので、これからの将来背負っていきそうな匂いもしますよね。そうですね。選ぶとこめちゃくちゃセンスありますね、やっぱり。いや、そうですよね。なんかそんな気がするんで、すごい。海星ドクター、これちょっと行きたいなと。はい、ええ。全然万栄にどっぷりはまれますよ。いや、これね、調べれば調べたら本当面白いな。いや、そうなんですよ。ね、はい。実際に買ってみたらね、もう本当に。ですよね。はい、いや、で、これ世代ごとの、僕ね、シモさんが甲子園会が好きになった理由が分かりました。だから、追っかければ追っかけるの面白いですね。そうですね。しかもあの高頻度でやっぱ走ってくれるんで、そうそうそう、うん、本当何週間かに1回見れるんで、ね、はい、応援のしがいがやっぱり番組はより強いっていうのは、しかも、はい、あの、ね、結構親しみやすい理由がフルゲートでも10頭なんで、はい、まあ当たるんですよ。さっき回収率言いましたけど的中率 40% まあ犬種のあれとかもあるんですけど、うん、まあ、とにかく当てて楽しめる、当たりやすい、うん、そういうのも魅力じゃないかなと僕は思いますね。いやこれ本当面白いですよ、うんうん、当たるっていうのが一番の楽しみでもあります。そうまずはいや、ね、そうです、それが楽しめるのがいいところですね、はい、さあ松岡騎手と勝浦騎手ね、はい、そう、あの帯広記念の予想あの近日中にこれは注目ですよね。そうですよね。前富樫のホームページ見られます。はい、僕も参考にさせていただきたいです。ぜひぜひ、はい、もうね、どういう予想法をするんでしょう ね確かに、楽しみ。やっぱサラブレッドとは違うから、ね、楽しみだな、ね、うん、プロも目から見た、本当ですね、物を見るんだ、楽しみにしたいと思います。はい、いや楽しかったです。そう、ぜひ最後までね、楽しみ。すいません、疲れてる。この間の収録ではあったけど、ちょっとまたなんか疲れがありますよ。ニュースで見てたら、ニュースでしたから通過疲れてるんですけど、ね、お昼ね、今日、はい、お昼なんか見てくださったらしくて、さっきエレベーターでね、あのお迎えに行ったら、あの堀さんニュース読んでみたら笑っちゃうんですよ。いや、笑っちゃう。違う、僕それ本業でやしまったので。あくまで部活ですからね。ガッツガッツ。ガッツガッツ、頑張っております。力に弱い。声出していきましょう。声ガッツですから。さあ、お二人、切り替えたな。年明けね、はい、なんかYouTube の方で告知があるそうで。バンバ堂の告知があると。そうなんですよ。バンバ塾というのをですね、
やらせていただいてまして、 YouTube で万栄競馬の土曜日のメインレースの予想を我々スキンヘッドカフェがやらせていただいてますので、ぜひ毎週チェックしてください。お願いします。これは年明けに限った話だから、そうです、ね、そうです、なんで年明けにしたのかが分からない、ね、いろいろ忘れたくて、ね、2020年の成功が向かっておりますので、はい、よろしくお願いいたします、はい。さあ、お二人今日は本当にありがとうございました。いやー、本当に楽しかったです。ありがとうございます。またぜひお待ちしております、ね、はい、ぜひお願いいたします、はいはい、では、競馬部的にも年内最後の、あ、そうなんですね、今年1年は本当に皆さん、ありがとうございました。本当にありがとうございました。いろんな動画また上げさせていただきますね。いや、すごいですね、うん、また来年はもっと違う競馬ちょっとね、私を、うん、やっていきたいなと。楽しみ、はい、ね、楽しみ、本当ですか？だって本当ですよ。なんで疑うんですか？いい終わり方して。楽しみですよ。じゃあ最後、はい、いつものやつで、はい、最初のやつで、はい、最初に締めたいと思います。はい、ではご一緒に、北海道の競馬をもっと熱く楽しく HBC 競馬部でした。どうもありがとうございました。競馬部有馬も帯広記念まででいい年にしましょう。はい、良いお年を。良いお年を。